さあ両チームの選手が今大阪緊張スタジアムのピッチに足を踏み入れます。あとイバルボ前を向く豊田イバルボ、イバルボペナルティーエリアの中で倒れましたが、ここはノーファールの判定です。清武シュートでしょう、切り返して左足のシュート、ここは惜しくも枠を捉えることはできませんでしたが、思い切って打っていきました清武。アイボール鎌田、切り返して吉田、狭い右足のシュート、一ついい形を作りましたサガン鳥栖。狭い局面で今うまくパスがつながりましたね、ボールをキープして、そして最後は原川ですか、イバルボ柔らかいクロス、豊田難しい体勢でしたがシュートにまで持ってきました。が飛び込んでいきました。いいタイミングでね、ニアに入ってきましたよね、ここから前入ってくるんですよ、ニアに思い切って、はいね、山口吊るして角谷テクニックを見せて最後左足のシュート、清武ソーザチャンスですね。さあいい形になる角谷、切り返して右足のシュート、自分で行きましたね、ここでねソーザがね、もうちょっとねゴールを向いていった方が角谷もっとフリーになったと思うんですよ。こぼれたところ清武ふわりと浮かしてファーサイドヘッド、ーたセレッソ先生、ついにサガンとその固い守備をこじ開けました。やはりこういった試合展開になりますとセットプレー非常に大事になってきますね、はい、この後ですよ、ここねボールが清武のところにこぼれてほっシュートというところを京竹がね逆サイドよく見てましたね。最後は山村が飛び込んでいきました。田川吉田、田川のクロス左足のシュート決定的でした、はい、最後は鎌田。時間がないサガン鳥栖、鎌田シンプルに入れてくるヘッド、ゴールのところ左足シュート、うわサイドネット、サガン鳥栖の波状攻撃、そしてここで試合終了の長い笛。いや山本さん、最後の最後でサガン鳥栖ビッグチャンスが訪れましたね。いましたね、ポスト一つでしたね、一つ分でしたね。最後サガン鳥栖が波状攻撃を見せたんですが、ホームのセレッソ大阪が1対0、今シーズンリーグ戦初勝利を飾っています。